招待していただいた SK2 のイベントでどんなことをしてきたのか、ゆるい感じでまとめてみたので、ぜひご覧ください。カウンターで商品の説明を受けた後に、ピテラを使った SK2 のスパに招待していただきました。ですけど、SK2 のスパに来ました。中はね、すごいよ。見えるかな？こんな感じ。ふかふかベッドです。すごい。ハーブのいい香りがします。ここでこれからみんなでディナーを食べます。ドレスコートが白なので、みんな白い女子たちがたくさん、イエーイ。あれ、なんでピントが合わない。断るでしょ。アンチョイサリー、イエーイ。あ、スペルは、スペルは、スペルは CHOICCここに書いてあるよ。飛ばす。周りにいる人たちに翻訳して助けてもらいながら、すごく素敵なディナーの時間を過ごすことができました。ここにサーブがあるんですけれど、これはリサの R で準備してくれてるみたいです。フリーで持って帰っていいってことなので、持って帰ろうと思います。おもてなしですね。メロニーちゃんは本当にキュートでキラキラしていて、女子力全開でした。そしてシンガポール3日目になります。今日は SK2 のイノベーションセンターに来ました。すごい、名前が書いてある。私のここだ。すごい面白いプログラム。自分のね、名前のところに鍵をかかっているのをまず探します。すごい楽しい。鍵取れました。開けます。じゃあ、なに、おー、なになに、なんかすごい、なんだろう。あ、分かった。ボトルカスタマイズできるんじゃない？ねえ、すごい。そういうことか。鍵を開けたら入ってたのはこれでした。あ、メル、私のイニシャルが入ってます。どうやらこれでカスタマイズ、ボトルをカスタマイズするみたいです。楽しみです。めっちゃ可愛い。あ、R だよ。じゃーん。これから図工です。欲しい。星使わないから結構。星。いいよ。なんかいる？それなんかいる。ちょっとマジ真剣。あります。いい感じ。来たー。大丈夫ですか？大丈夫ない。ね、結構やばい感じ。全然つかないし。全然つかないし。星つかない。星つかない。お願いします。こんな感じ。イエイ。15本でボトル完成です。じゃーん。こんな感じになりました。リサーズ SK2 ボトル、世界に一つだけのボトルの完成です。イエーイ。このアプリでやったみんながおばあちゃんになった時の顔がめちゃくちゃ面白かったです。この時見せてもらった実験は酸化についての実験です。わかりやすくバナナでやっているんですけれど、朝つけたものが SK2 のエッセンスに浸したものは全然黒くなっていなくて、つまりこれは肌につけた時に肌が酸化しにくいっていうことを証明する実験でした。
もう一つの実験は、このステムパワーエッセンスをスポンジに含ませて、上から重りを乗せるんですけれど、そうするとすごく深くまで沈んでいって、つまりこれは何を証明するかっていうと、ステムパワーエッセンスがすごく深くまで浸透するっていう実験でした。ボトルが届いてました。じゃーん。あら、これ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 、メロディちゃんのボトルも見して。あ、上超似てる。上が一緒だ。ボボボボ、イエーイ。すごい、アザラシみたい。すごい、ちらついちゃうな。これから診断します。よかったらしいぜ。よかったです。こういう結果が出ました。よかったらしいぜ。若返りました。20歳だって。顔全体だけじゃなくて、目の周りの年齢も出せる機会もあったので、すごく面白かったです。シンガポールではこんなことをしてきました。もっとスキンケアに磨きをかけて、メイクも綺麗に見えるように頑張っていきたいと思います。